目こうしっかり待てたことでちょっと高いのをしっかりイメージして打ちましたよね。あれ以上低いのは打たない、あれ以上高いのが来たら積極的に打ちに行くっていう姿勢が出てヒットになりましたね。さあそして3番の藤田です。ワンアウト満塁、4割バッターが記録できるかもしれないですからね。藤田にしてみればいろんな好条件が揃いました、はい、このバッターボックスです。センターこれはよく打ちた、しかしタッチアップですね、抜ければというところでしたけれども、いいですね、はい、ただ三塁ランナー島ホームに帰ってきました。先制点は藤田、センター犠牲フライということになりました、ね、大島選手のビッグプレーですね。あれでは抜けていればね、はい、やっぱりこう状態の良さ、バッティングの状態の良さが藤田選手のバッティング出てますよね。ちゃんと高めの球を反対方向、そしてセンターの大島が素晴らしいプレーですね、取ってからも早かったですね、 はい、あれこうちょっとこう寝た状態にいるとセカンドランナーがタッチアップできてしまうので、そうですね、はい、セカンドランナータッチアップ許さなかったというのも大きいですね、はい。